ネズミはもともと先天的に猫の匂いを怖がるという非常に強い反応があるので、普通のマウスは猫は逃げてしまいますけど、このマウスはその先天的に怖がるという部分だけなくしてしまったので、猫が怖いという感覚がなくなってしまう。